雪よ、陣営のごとく。この子がいるとこに行きゃいいってことか。ああ、よかったよかった。やっぱ霧の中にいるんだ。霧の中にあるんだ。で、これがなんか出ていくから、これを取りに行くと。この水の中のあれは、水の中っぽいんだけど、このせいはちょっちゃい水の中っぽいけど、あ、これの人たちをどうにかすりゃいいんだ。洗礼をどうにかする祭りなんじゃないの、多分。洗礼をどうにかすれば、洗礼をどうにかすれば水が抜けるとか、そんな感じしかも考えられないんだけど。いたわ、単純だ。単純でよかった。なんかよ。拾ってる。あ、水が抜けた。取れるよね。ようやく。行こうよ。動くのかよ。急がないと。なんで動くんだよ。なんで動いていくんだよ、もう。そいつらを倒すわ。もう失礼。追われるのも面倒。やっ、ソーランの憩い。剣与万丈、陣営のごとく。天理チョーク、難攻不落。我が剣よ、影に従え。
ならないってやつだこれ。うわーって感じだな。やめるしかないんじゃない。わかりませんっていう、あの、わかんねえぞこれ。いきなり2人わかんなすんでやる。待ってんだ、このビニスと他の金でまたお塩もないっていうパターンじゃねえこれ。海を泳ぐ魚でさえ進む先を決められるように、生きとし生ける者の意志は全て尊重されるべきです。
転ばぬ先の杖というように事前に準備しておけば混乱を招くことはありません。さあどうやって俺の電池がどうなってんだ、電池っていうか電気が、これ押してもらってこれさ動かせばいいんじゃねえか、なんでこれここに動かさないの、歯なんだよ、分かんないことをずっとやっててもストレス溜まるだけだから、分からないことはもうちょっと飛ばして、なんかのギミックなんだよ多分、でもそれが分からないです、僕には分かんないです、休むことも大事だけど気を抜きすぎてはダメよ、うん、ギミックがまず分かんない、あそこのギミックはちょっと申し訳ないけど分かんないってことは、対策としてな、あの何かの方法があるんだと思うんだけどね、分かるところから行って分かんないところは最後にした方がいいと思うで、この霧の方に行ってみよう、上側の霧に、うん、あの多分電気を通したりするんだとは思うんだけど、まあそこまで最速でこれをクリアしなきゃならないとかそんな思い詰めてやらなくていいけど、ダラ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 でいいんだけど、